世界に目を向け、海外企業とキリスト教を学びたいという一心で、若干21歳の若さでこの地函館から密出国したのでございます。この函館滞在中のわずか55日間の間に多くの友人と交流を深め、そしてその友人方の命がけの協力によりまして、アメリカへ出国することができました。ただ同志社としては、人は要は医学法ですね、まあ、社会の病気は法律でと、体の病気は医学でとということで、医学部構想を早くから持っておりまして、で何度かの書簡などを書いておりますと。ですので私としては、この今の精神をですね、食いついて、そしていいものができればというふうには思っておりますけど、何せ医学部はお金がかかるということでございますので、それで、そう簡単にはいかない、あるいはある程度長期的な展望を持たなきゃいけないということでございまして、今後どういうふうに財政を確立していくかということも含めて、検討中でございます。